プロのマジシャンとして、都内でもお店をやりながら頑張ってやってきたわけですけど、一番最初に覚えた手品が、僕小学校上がる前5歳か6歳ぐらいの時に、おばあちゃんに教えてもらったんですね。で、小銭をね、同じ小銭100円なら100円を2枚を重ねてシューッとこう擦ると、目の錯覚で3枚みたいに見えるんですよ。この2枚の小銭を擦ると。それをおばあちゃんに教えてもらったんですよ。で、近所の駄菓子屋でカレーせんべい売ってたんですね。で、カレーせんべい1枚10円なんです。で、それを僕3枚欲しいと思って、おばあちゃんに教えてもらった手品やと思って、その10円玉2枚をシャーってこう10円玉2枚こすりながら、その店員のおばあさん、もうお年寄りやったから、おばあちゃん、カレーせんべい3枚ちょうだいって言って、10円玉2枚をこうやって渡したんですよ。ほんなら、はいはい、わかりましたって、そのまま20円受け取って、カレーせんべい2枚こすりながら渡してきたんですよ。俺もう衝撃的で、あの時俺5時間ぐらい笑いました。